2022年4月26日、突如としてこのようなスレが立てられた。Y、看護師の嫁と結婚したことを大公開中。今看護師の彼女と結婚考えてるやつ、マジでやめとけな。なんで？クソ気が強い。クソズボラ。ずっと寝てる。すぐ無事入れる。こんなんゴリラと生活してるのと同じや。看護師以外も変わらんで。それ人によるやろ。夜勤とかそういうのならやめさせれない。お前も会社の問題やろ。同棲しとるけど愛の言いなりやで。最初だけやぞそんなん。ゴリラが看護できるわけないやろ。お前が嫁の悪いとこばっか見すぎなだけぜ。嫁とお前の手取りなんぼやねん。ワイは400、嫁は多分500はあるんちゃうか。ほらな、お前が悪いとこ見てるだけの無能よ。せめて相手より稼いでから物言えよ。本当に医療してるのかって思うくらいズボラなとこあるから怖いねん。ほんまそれ、郵便物とかぐっちゃぐちゃやしな。ワイも嫁も看護師やけど結婚生活なんの不満もないで。人によるやろ、ワイもママも彼女も看護師やけど有能やろ。そいつがもともとゴリラだっただけでは。彼女の母ちゃんが看護師みたいやがクソ気が強いって言ってたぜ。看護師仕事過酷やねん。ワイもおばさん看護師長やっとるが除血を。そんじょそこらの男は倒せん。機嫌悪いとマジで震えるくらい怖い。お前の嫁の性格の問題で看護師が一律性格悪いわけではないぞ。ワイもおばさん普段は優しいから、ただ心強すぎる。看護師女は離婚しても生きていけるからすぐ切られるで。看護師関係ないやん。生活が全て嫁中心。盆も正月もゴールデンウィークも嫁のシフト次第。こっちに合わせる気全くない。そりゃ看護師やれるほどの女なんてずぶとくなちゃ無理やろ。看護師が2倍なんて今時誰でも知ってるで。何かの看護師なん？整形外科。土日休みとか自分のライフサイクルに合わない人間と結婚すると辛い。夜勤多いんやろ。ずっと寝てるとか言ってるけど看護師サイドはお前が寝てる間に働いてんねん。俺からしたら週3日ずっと寝てる人なんやが。週3日寝てるやつより稼いでないのに偉い偉そうやな。稼げるのは夜勤してるからやろ。深夜手当のおかげやん。俺は夜勤なんかないからしゃあないやん。ほなお前が稼げる仕事に転職して夜勤でもなんでもせえや。金遣いもめちゃくちゃ荒いぞ。ネットで服ばっかり買っとるぞ。ズボラも買い物もストレスや。夜勤ある病院辞めさせて日勤だけにしたりや年数下がるけど穏やかになるぜ。本人の金使って何か悪いのか。世帯年収1000万とか普通に勝ち組やん。既婚者特有の自虐風自慢マジでうざいよな。このまま一生嫁の顔色を伺って生きていくのは辛い。夜勤行く前と帰ってきた時、怖すぎる。異変なんゲイで結婚するなら薬剤師の嫁さんがいいぞ。って勧められたんやがなんでなん。資格持ちやからどこ行っても正社員の仕事あるし、一回辞めても復職楽。なるほど。嫁も看護師やで、位置とほぼ一緒だが子育て考えたらメンヘラや意思のないやつよりマシ。わかってくれるか、あの気の強さなんなん。いつ離婚しても一人で生きてけるし、仕事が嫌ならすぐ転職できるしな。そういうのは強い。私は責任ある大変な命の仕事をしていますって感じやけど、俺だって仕事してんだよ。一致が嫁より稼いでもう働かんでいいで。って言ってやればええやん。多分辞めないんじゃないかな。ナースに誇り持ってるからな。建前やそれは。旦那に対してお前の給料が低いから看護師辞められませんなんて言わへんやろ。俺の嫁も看護師やけどむちゃくちゃ金遣い荒いわ。年に数回来ているかわからん服を買いまくってるし意味不明すぎる。お前が服を着てもモテないって言いたくなるレベル。うちなんて袋すら開けてない服がたくさんあるぞ。ワイも今は付き合ってる段階やけど結婚したらこんな感じなんやろな。あと友達と旅行とか飲み会行きすぎやねん。ふざけんな。看護師やってて思うのは、性格がきつくなるというか、物事を素早くはっきりとさせないと気が済まない。そうでないとイライラするようなせっかちな性格になっていくってことやな。ハードなとこに勤めれば勤めるほどその傾向にあると思う。生活リズムが合わない。金銭感覚が合わない。これは結構響くからしゃあないで。あとママと仲良すぎやねん。俺と喧嘩したら全部ママにつくんな。俺のママも大事にしろ。それはきついな。嫁は夫母家には顔出してるんか。一瞬だけな。半日だけとか。盆も正月も仕事やからな。ご通帳様やね。一気が転職して稼いで嫁リタイアさせないと無理ゲーだな。子供いたら今どころじゃなくなるし。言ったねえに友達呼ぶな。酒に酔ったお前の友達うざいねん。仕事から帰ってなんで酔っ払いの相手せなあかんねん。一気は嫁一人だからまだええやん。本当に地獄にいる奴はそんな奴らがうごめいている中にポツンといる声なき看護師男たちや。いつも大変やな。お疲れ様やで。男性看護師さんようやってくれて助かっとるやで。ありがとうさん。モテそうやん。医者でもないのにモテるわけないやろ。奴隷にしか見てない。
医療知識あるやつが嫁って心強くないか。突然倒れてもなんとかなりそう。わかってない。看護師は仕事で死にかけの人ばっかり見てるから。Y が大風邪ひいて CC でも全く何もせんぞ。市販の風邪薬飲んで寝とけって感じ。Y、嫁が臨床検査技師、高みの見物。ドア板とか、床ドスドスとか、生活音うるさすぎやねん。マジでゴリラやろ。ゴリラって人間が思ってるより紳士やぞ。家でちょっとしたことに祝いばせなあかんのは大変やな。退職ばっかすな。あいつ俺より稼いでるやろけど、多分俺より貯金ないぞ。でも夜の時はどんな感じなん？付き合ってる時やらしくてよかった。マッチングアプリやってると看護師の女ばかりで草生える。看護師保育士土着そいるな。美容師はそんなにやな。ボーナスが5ヶ月あるらしい。だからってそんなに調子乗ってええんか。看護師仲間やなくてそいつ個人の性格では、それどの業界にでもおるわ。外れ看護師、外れ店員、外れ教師その他。Y 某公務員やけど嫁が看護師のやつたくさんおるぞ。普通やろ。Y の結婚前の彼女時代の嫁のイメージ、明るい、可愛い、優しい、面白い、元気、楽しい、おしゃれ、食いしん坊、ナースとかすごい、親思いで偉い、なんでこうなったんや。まさに恋は盲目やん。相手だって人間や悪い面だってある。明るい、うるさい、可愛い、見た目だけ、優しい、おせっかい、面白い、つまぎ目、元気、やかましい、楽しい、ストレス発散、おしゃれ、金遣い荒い、食いしん坊、そのうち太る、ナースとかすごい、気がくっそ強い、親思いで偉い、自分が楽するために親に依存。 Y 看護師夫婦はかなりうまくいってる。お互いに勤務の都合で合わなくて済む時間が一定感覚であるから喧嘩しない。もう別れろよ。ええやろ。 Y の嫁も看護師やけど何の不満もない。いい嫁や。単に年数でも負けて能力でも負けて悲願出るだけやん。足舐めていきろ。趣味部屋作ったり自分も時間作るとええぞ。言うて看護師嫁も悪くはないで。そういう性格じゃないと続けられないのが看護師って仕事や。好きで結婚しといてなんなんそれ。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。